サーティースはかつて会一に出走していたチーム及びコンストラクターである。二輪と四輪の両方で世界チャンピオンになった唯一のレーサーであるジョン・サーティースが設立した。TS7 それ以前にキャン・アムシリーズや F5000 でまずまずの成功を収めていたことから1970年にサーティースは自らの F1 チームを設立するに至った。 サーティースは1967年から1968年にホンダ海一チームと契約していたが、1968年いっぱいでホンダが撤退したため、BRM へ移籍していた。移籍先で思うような成績を収められなかったことも、独自チーム設立の一因と言われる。しかし1970年のシーズン開幕までに、独自シーの制作が間に合わず、序盤戦は、 マクラーレンの前年型を使用した。翌1971年は三大体制で、下一シリーズに参戦した。一代目のマシンにチームオーナー兼ドライバーのサーティース、二代目にドルフ・シトメレン、三代目にはマイク・ヘールウッド他数人のペイドライバーという体制だった。サーティース、シトメレン、ヘールウッドの三人がポイント獲得の好成績を収めた。 1972年になると、サーティースは、フル参戦を取りやめて、チーム運営に軸足を移すようになる。イタリア GP でチーム初の表彰台となる2入賞を、果たした、ヘールウッドに加えて、アンドレアデアダミッチ、ティムシェンケンもポイントを獲得し、この年は、コンストラクターズ5位となった。しかし、1972年を境に、チームの成績は下り坂へ向かうこととなる。 ホセカルロスパーチェやアラン・ジョーンズ、ビットリオ・ブラン・ビララが時折構想を見せるものの次第に資金的に苦境に追い込まれついに1978年シーズンをもって開一世界選手権から撤退することとなったサー,アーティースとして最後のマシンとなったグランドエフェクトカーの TS20 は1979年にゴードン・スマイリーのドライブで イギリス国内会一選手権であるオーロラーフックスシリーズに出走していた。1976年にデュレックスがチームのメインスポンサーについた時には ABBC が F1 の放送を中止するという騒ぎに発展している。同年のチャンピオン決定戦となった最終戦、会一世界選手権インジャパンでようやく放送中止措置が解除されている。このレースでは 高原高支部がサーティースと契約し、旧型マシンで参戦している。2009年、ジョン・サーティースの息子である、ヘンリー・サーティースと共に2009年の FIAF に、選手権に参戦を開始。チーム名は、サーティース。しかし、第4戦ブランズハッチの RD2 で、ヘンリーが、他社から脱落したタイヤの直撃を頭部に、受け死亡してしまった。ありがとうございます。